東京を召喚社会バズ明治三年商喚社で開催された日本人による最初の競馬、商喚社競馬の様子。一景の初期作品でもある。詳細一景は明治時代の浮世絵師。元昌平坂博覧会明治5年3月湯島、聖堂大聖殿で開かれた湯島聖堂博覧会の図。会場正面には名古屋城の金のシャチが飾られ、監修が驚いている。 歌川広重の門人と言われる。生命不詳。はじめは、K、詳細、後に詳細と合す。江戸の人、歌川広重の門人、歌川広重の後名という説もある。また、一詳細克服という後継と一慶をつなぐような名を持つ上氏もいる。一慶について述べた唯一の文献は、 東京名所4 8系の目次で山山亭友人が記した紹介文である。それによると一時、丸山王郷をしたい、京都へ有歴史史上派を学び、後に画業を廃止を避ける生活をしていたが、明治になって書房からの求めで、ギガ西絵を描くようになったという。そのため、後継、または国服が幕末に京で学び、明治維新後に、 東京で画業を再開したとも考えられるが、これを裏付ける資料はない。作画期は、明治3年から明治7年までと短く、創生したとみられる。明治時代初期の風俗、風景を多く描いた。作品総数は不明であるが、3枚続きもの34点、1枚、もの98点、冊子、折本類6点が確認されている。代表作は明治4年の、 東都名所48系、明治5から6年の東京名所36議選、明治6年の意識異常例を得と記した画界54課上。他に、国境にある風俗が、風景が東京名所の3枚続くや鉄道に敷絵などがあり、特に鉄道を描いた作品が散見される。画風は3代、歌川広重に似ているが、人物を描くと同時に、 時代の風俗や空気を的確に映し出している。また、一景の作画期が明治初期に限られるため、明治政府主導の文明開化がどの程度民衆に浸透しているかを推し量る貴重な資料としても使える。ありがとうございます。